お前、高行が口笛吹き始めたぞ、お前。ちょっと、おじい、どこ行くねん、おい。ほらほらほら。おめえがかけてきたんだろ。錦戸しばくぞ。何がお前が噛んでんの初めて聞いたわ。でしょでしょでしょ、あの、ちゃん、高行くん、僕ね、うん、友達自体がマジ少ないんすよ。Everybody! Nobody! 行くよ、おじい。はーい。どうも、こんにちは。錦戸亮です。赤西仁です。ノーグッド TV へようこそ。今日のテーマはいきなり知り合いに LINE してみる。これは誰がおる？いけるのか。気軽に話せないというか。あ、そう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 。なんか普通に飯行こうよって軽く今電話できるぐらいの人じゃないと多分無理やんか。俺無理だね。いないな。マジでいないな。ジェン。はい。おらん。高行くん電話してみてや。じゃあ高行く電話してみる。うん。高行出るかな。あ、もしもし。今、うん、収録をしていて、うん、まあ、りょうちゃんとやってるんだけど、そこで友達にいきなり電話してみるっていう企画を今やっていて、うん、はいはい、もし時間あったら参加できないと思って、うん、うんうんうん、 OK、 とりあえず、まあ、この企画自体ゴールがあまり見えてないんだけど優しくしてね。オッケーオッケー、分かった。お願いします。はい、じゃあ。いけたぞね。もしもし、こんにちは。どうも。すいません、いきなり。いえいえ。あれ、高井くんビデオオフにしてます？今。え、こっちの方がかっこいいっしょ。そんなの。すいません、いきなりお呼びして。とんでもない。いや、今なんか、まあ、ジンと、1週間ぐらい前に1本目撮ったんですけど、エピソード0っつってで、1個なんかいろんな企画出してみようって言って出してみて、で、その中に LINE でいきなり友達に電話するっていうのがあったんですけど、うん、まさにね、俺らも別でそういうこと考えてた。あ、本当ですか？おはい。で、何話で、別に、いや、で、電話して、いや、おい、ジン、お前ちょっと黙ってんだよ。お前さ、何やん。いや、もうなんか、今さ、このさ、ちょっと普段と違う感じを出してくるからさ。俺が？うん。なんかもうちょっとさ、普段、こう、強めにマウント取る感じじゃん。ちゃうやん、そんなん言うなよ。なんかちょっと、慣れるまでね。それがちょっと面白くて。この前3人で飲んだよね。うん。撮られたよね。あ、そうらしいね。なんか週刊誌、ね、すいません、なんか。え、そう、俺も映ってたの？ね、多分映ってました。あ、そうなんだ。全然見ないから。しかも高井くん、あの後、一人でさらに飲んでたでしょ。覚えてない。まあ、あり得る。え、高井があれ映ってた、週刊誌の写真で？映ってたはず、確か。週刊誌もネットニュースも見ないから、全然知らない。あれ、あの3人で、あの、みんな酔っ払って、インスタ上げようぜって言った写真いつ載せんの？ほんまやな。ね、ずっとあの俺カメラフォルダーのあのハートをしてすぐなんだお気に入りのとこに入れてるからすぐ出せるようにしてんだけど。俺もなんかこうスクロールしてて何回かこれ載せない載せるって言ってたなと思って寂しい気持ちになってたんだけど、載せようよ。いやー、なんかだって俺は別にいつでもいいけどさ、あなたたちがなんかいろいろシビアなことがあるじゃん。俺にシビアなんてあるの？あなた、そのりょうちゃん、りょうちゃん。あ、僕ですか？いやいや、僕もうないっすよ、大丈夫っすよ。あ、本当に？ありそうな気が。あ、じゃあ、任せます、タイミングは。な、もう基本何でもいいのよ。趣旨は、その、見てる人が自粛中に暇つぶしで、これでできればなっていう、あれなので。ジンはいつもとりあえず始めるじゃん。うん。でも、結構さ、ほら、日本はいろんな事務所とかあってさ、とりあえず始めれない人たちがいっぱいいるじゃん。てか、ほとんどじゃん。ああ、そうだね。あなた、でも、とりあえず来たけどね。今俺はいいんじゃねえ。で、なんやねん、これスタッフ、おめえがかけてきたんだ。いやいや、俺はかけてきたよ。これ、3人おったら誰かが喋るってなるから、あれやな、ジェン、お前ちゃんと喋るよ。どういうこと？今日何してました？何やねん。ひでえ。ツイッターレベル。やばいじゃん。俺は昨日夜映画を見て3時半に寝て、うん、1時半に起きました。
ねえ、みんな遅くね、起きんの。酒飲まないとすげえ寝ちゃうんだよね、俺。飲むと6時間ぐらいで目覚めるんだけど。りょうちゃんも遅くね。僕酒飲んだけどめっちゃ寝てた。僕逆かも。強いな。3人の共通点は3人の共通点でも本当にこの前飲んだぐらいじゃない。あ、でもその前からちょくちょく会ってたのか。昔から知ってる。何回か。そうだよね。うん。でジンと高木くん自体はずっと知ってるやろ。知ってる。俺らは10全然火つけへんやんか。ついたベランダや。ついた。俺らいくつから知ってるっけ。りょうちゃんも 10代の時から知ってる気がするけど。え、会ったことありましたっけ。10代じゃねえから、20代前半か、うん、多分そうやと思いますよ。高木あれだもんね、うん、社交的になったの最近だもんね。そうだね、30代入ってからかね。そうだよね。お互いジンと高木くんはジンとは、だってジンがアメリカ行くより前に結構会ってたもんね。うん、なんか遊んでたよね。クラブも行ったし、酒も飲み行ってたし、まあ、でその当時、ジンの家に行ってライブ DVD を見たのも覚えてる、うん、うわぁ、全然覚えてない。互いの第一印象は、じゃあ、分かった。りょうちゃんの高幸の第一印象は僕が思った、うん、うん。いや、なんか、いや、基本的にそんなにお互いお酒飲まへんかったら喋らないじゃないですか。うんうんうん。今も多分2人きりで目の前におったらめちゃめちゃ緊張すると思うんですよ。緊張はしないけど。そう、俺は結構もう開いてんだけどな。だってライブも見に行ったし。本当にね、来てくれましたもんね。え、それこそ多分そのぐらいの後のタイミングぐらいでなんかもうそろそろ敬語やめないみたいな話になった気がして。俺確かに言ってました、うん、お互いの呼び名考えます。俺もうだ、最初錦戸くんだったけどジンが呼んでるのもあって、うん、りょうちゃん、ジン。ちょっとおじいどこ行くねん。エアコンうるせえ。おい、おい、まあ、どこ行くねん。あと、でももう2人にしてみよう。呼び名っつってもだってジンは高幸って呼び捨てでしょ。うん、俺はでも高幸くんや。もうなんかそこってもうしょうがないやん。何でもいいと思う。そうなんですよ、何でもいいから僕もあれなんですよ、高幸くんなんですよ。なんか途中からいきなり呼び方変えるやつってなんかちょっと微妙じゃないですか。え、ね、どういうことそれ。え、どういうこと。じゃあなんか、うん、何やろ。いや、じゃあ呼び方、名前変える、呼び方変えるのもあれやけど、ちょっと待って、焦ってる人。めちゃ俺こんなにお前が噛んでんの初めて聞いた。この番組始まって、あれやん、呼び方変えるのがちょっとどうなんやろうって言いながらも、うん、今高谷くんが錦戸くんからりょうちゃんに変えてくれたっていうのがあったから、あって思い出して、それ以上言ったらあかんっていうふうに思って。で、いやでもなんかあれやん、それって。だって俺年下やしさ、高谷くんの。うん、え、だってジンと同い年だもんね、りょうちゃん。そうなんですよ、そうなんですよ。まあまあ、でも別にそこでじゃあ例えば俺が頑張って高幸って呼び捨てしてたとして、多分めっちゃ恥ずかしいし、しゃべってたとして。じゃあ無理しなくていいんじゃない。でしょ、でしょ、でしょ。だからそんな風なお互いの呼び名決めましょうとか、そういう今日何してたとか、お互いの第一印象とか、そういう質問以外のなんかもうちょっとシンクった質問を考えてほしいっていうのと、うん、俺今日楽だわ。今日楽だわ。俺もだってさ、言ってもじゃありょうちゃんがあの、はい、高幸くんから高幸に変える、で俺がりょうちゃんからりょうに変えるって言われたら俺も恥ずかしいもん。でしょ、でしょ、でしょ。だからそのレベルなんですよ、きっと。だから今から敬語やめるとか、それはもう俺と高幸くんの関係性の問題やから。もうなんかさ、飲み会みたいになってんじゃん。エピソードとかこう思い出とか、その時々で変わる時って勝手に変わると思うし。まあそうですよね。うん、なんか俺も先輩とかでもあの何々さんで何々くんだったり、あの敬語だったり敬語混ざってる人もいたり、タメ語だったり、はい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 、色々いるから。はい、そうですよね。それも培っていくものですもんね、きっとね。はい、いいと思います、うん。で、ジン、はい、ちょっとお前せっかく来てくれてんねんからさ。うん、いや今ずっと考えてるよ。何を。この後どうしよう。ああ、次さ
何やるとかっていうのをアイデア何個か出してみるとかでいいんじゃない？別実現可能か不可能か関係なし。あ、え、次また来てくれるってこと？お、全然全然、いつでも。おえー、やったね。錦戸しばくぞお前その顔。何を。いやもうでも これきっかけじゃないとさ、ちゃんとこうなんか慣れていかないじゃん、こういうきっかけじゃないと。2人で飲み行ったりもそんなしないわけでしょ。ちょっと仲良くなろうよ、せっかく。あ、俺と高井くんが別に仲いいじゃん。うん、なんかもちろん悪くない。いや、なんか2人で飲み行くぐらいになろうよ、せっかく。じゃあそれはさ、俺らのペースでよくね。え、俺らのペースでよくない。でもいいじゃん、うん、じゃあとりあえず高井くんがまた来てくれるんだから、そういうのを重ねてって。じゃあ、まあでも高井くんありきになってったら、それはお前もうだって負担がさ、え、だから人数が増えれば、はい、なんか今日この人とかもできるじゃん。あ、はい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 、入れる人が入るみたいな。はい、じゃあいいんじゃない。逆に時間決めて次の、うん、はい、2人はもしここにあと1人足すとしたら誰が面白いと思う？ここに俺が加えるとしたら、あんま気使わない人の方が多分最初の方がいいと思うよね。そう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 、なんかこれが企画として進んでったら全く知らない人とかも面白いかなと思うけど、うんうんうん、知ってる人の方がいいんじゃない、直接じゃなくても。まあ最終的には別に本当に全く違うジャンルの職業の人がいてもいいと思うんだけど、うんうんうん、いや俺本当に少なくて直接電話できる人が。うん、りょうちゃんも最近独立した割にあんまり知らなくてしょうがなくないそうねすげえ人知ってるやついるじゃん、よく。うん、顔広いやついいじゃん、憧れで。いやもう、いやそれはいいんだけど、それを否定してるわけじゃなくて、そうではなかったっていう、うん、あ、俺らがね。そうそうそう、そうだね。お前、高井家が口笛吹き始めたぞじゃあ、だからあれだ、まあ、フットワーク軽くて柔軟性ある人やろ、だから。そうだね、うん、いや、俺はなんか、ね、割とみんなが知ってれば誰でもいい。まあ俺も割と大丈夫だけど、りょうちゃんいないの？いや、僕ほんまにいないっすよ。か、じゃあ今じゃなくても次その人誘ってみて4人にするってのはどう？あの、ちゃん、高井くん、僕ね、うん、友達自体がマジ少ないっすよじゃあこれを機に友達増やしていこうかちょっと俺、その時俺酒飲んでていい？まあまあ、もちろんもちろん、全然いいっしょ。さっきでもなんか、まあまあ、のオンライン飲み会みたいな出てたよ。あ、しましょうよ。じゃあみんなで乾杯しましょうよ次。じゃあちゃんと時間決めて、高井くんにも前もって言っといて、まあまあ俺1時間ぐらい前から引っ掛けて、じゃあそれちょっとどっかで日程出そうよ。そうだね、すいません高井くん、いきなりお呼びしてとんでもないそういった意味では一発目高井家でよかったな、ということで。うん、この企画終わり。あ、ありがとうございました。いや、ちゃんと高井くんを送り出した方がいいんじゃない？だって高井くんの番組みたいになってるって結構今そんなことないっす。じゃあ先退出します。あ、ありがとうございます。じゃあね。はい、じゃあね、ありがとう。おい、いやー楽だったね。何や、普段と違う。りょうちゃんが面白かったよね。俺そんな違うもんなんかな。全然違うよ、全然違う。見てみよ自分でじゃあもらうわこの素材は後で。おう、びっくりするで。もうなんか、いや、でもさ、なんか、うん、お前さ、ほらほらほら、今と違うじゃんさっきと。よかったよ、この企画どんどんやっていこう。いや、お前ここまでできるの多分高井君やからやで俺がここまでできるのがってこと？そう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 、絶対そうだよ。今だって高井以外、うん、山田高之 TV やで今の、ほんまにEverybody Everybody Yeah.